ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は大人気アプリみんなで早押しクイズ、略してみんはやの問題を読み上げるぜ。お願いします。4回目の今回は正答率60以上の、普通な問題を読み上げるぜ。お願いします。政治などで、穏健派をハト派というのに対し、強硬派のことを悪鳥の名を使って何派というでしょう？たか。第1号本塁打は村田元和、現役最後の第868号本塁打は神戸敏夫からそれぞれ放った、日本プロ野球における通算本塁打記録を保持している元プロ野球選手は誰でしょう？王貞治。日本プロ野球で、クライマックスシリーズに進出するのはセパ各リーグとも上位何位までのチームでしょう？ 3 位。ジスでは大気圧より低い圧力の気体で満たされた空間内の状態と定義されている、一般に空気やガスのない空間を何と呼ぶでしょう？真空。ラテン語で他の場所にという意味がある、犯罪が行われた時の現場不在証明を指す言葉は何でしょう？アリバイ。つれづれなるままに、日暮らしすずりに向かしてという書き出しで始まる、吉田健康作とされる随筆集は何でしょう？つれづれ草。2020年東京オリンピックではセーリング競技の会場となる、神奈川県藤沢市にある人気観光地の島はどこでしょう？江ノ島。鉄条網に使われる有刺鉄線のことを、ある植物に例えて別名何線というでしょう？バラ線。現在の中国人民元のすべての紙幣に肖像画が描かれている、中国共産党の創立メンバーで初代国家主席を務めた政治家を日本では一般に何と呼ぶでしょう？毛沢東。国際連合の安保理を訳さず言うと何でしょう？安全保障理事会。中国語ではとつかさという当て字も使われる、スライスした食パンを加熱して表面に軽く焦げ目をつけた料理は何でしょう？トースト。猫が砂をかけて糞を隠すことに由来する、拾ったものを密かに自分のものにすることを意味する言葉は何でしょう？猫ババ。もともとは賭博用語でゾロ目を意味する言葉で、今では同い年を指すときに用いられるカタカナ2文字の言葉は何でしょう？ダメ。ペリカン、キーツ、アップルなどの品種がある、日本では沖縄県や宮崎県が産地として有名なウルシカの果物は何でしょう？マンゴー。ニューヨーク州の国際空港やフロリダ州の宇宙センターの名前にもなっているアメリカの第35代大統領で、略称の JFK としても知られる人物といえば誰でしょう？ジョン・F・ケネディ。室町時代、畠山氏と芝氏の家督争いを発端に11年にわたって日本全国で起こった戦乱を、戦が始まった1467年の元号を用いて何の乱というでしょう？応仁の乱。1993年に白神山地と共に日本で初めてユネスコの世界自然遺産に登録された鹿児島県の島は何でしょう？屋久島。テニスや卓球で、ラケットを持つ手の反対側に来たボールを打つことを英語で何と言うでしょう？バックハンド。夏の大三角を形成する三つの一等星とは、アルタイル、デネブと何でしょう？ベガ。道府県の警察本部に相当する、東京都を管轄する警察組織の本部の名称は何でしょう？警視庁。以上合計20問読み終えたぜ。お疲れ様でした。次回も何問かジャンル分けを用意しとくぜ。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。